んにちは。お久しぶりですね。皆さんお元気でしたか？今日は日本人が会話の中でよく使う相槌を皆さんにご紹介したいと思います。相槌というのは会話の中でへえ、あ、そうなんだ、こういうのを相槌と言います。相槌を打つとあなたの話に興味がありますよ、あなたの話を聞いていますよということを伝えることができるので、会話の中で相槌を使うことはとっても大切です。新じゃ学班老公学に学班会中本来構成続いて相槌ね、相槌ザッザッ观众从会外面各方愿答牛把电闸数字耶。耶耶耶耶耶耶。一つ目、耶耶。これは相手が言ったことを否定するときに使います。いいえと同じ意味ですね。特に褒められたとき、あとはありがとうと感謝されたとき、ごめんなさいと謝られたときに、いえいえと使うことがとても多いです。日本語が上手ですね。いえいえ、まだまだです。ご迷惑をおかけして本当にすみません。いえいえ、気にしないでください。今日はご馳走していただいてありがとうございました。いえいえ、とんでもないですよ。こちらこそ来てくださってありがとうございます。嘘、嘘、嘘。二つ目、嘘。これは信じられないとか驚いた時に使う言葉です。実際は信じられないとは思わなくてもちょっと驚いただけで嘘と使うことがとても多いです。彼 N1 に合格したらしいよ。嘘、すごすぎるね。ゆか先生日本に帰っちゃうんだって。嘘、なんで、嫌だよ。さっき宝くじで100万円当たったよ。嘘、冗談でしょ。三つ目、何か不満があるときに使う言葉です。こんな風に、と不満そうな顔をするととってもいいですよ。みんな帰るよ。まだ帰りたくない。もっと遊びたいよ。お昼はラーメンにする？いつもラーメンばっかりじゃん。ねえねえねえ、あの人めっちゃイケメンじゃない？そうかな。普通じゃない？へえへえへえ。四つ目、へえ。これは本当によく使います。相手の話を聞いていますよということを伝える相槌です。知らなかった話を聞いた時に使う言葉ですよ。へえ、へえ、へえ。このように言い方によっていろんな場面で使うことができます。ゆか先生、結婚したらしいよ。へえ、そうなんだ。よかったね。ズンモリってハノイにあるらしいよ。へえ、知らなかった。これ、彼氏にもらったんだ。へえ、かわいいね。ほら、ほら、ほら。5つ目、ほら。これは使い方が2つあります。一つ目は相手に注目させたいとき。ほら見て、ほらそこ、ほらほらほら。
ティミエラキヤキヤハイラナオナオ。ねえ、携帯なくなった。え？そこにあるじゃん。ほら。ほら見て、ズン先生だ。本当だ。写真撮ってもらおう。ねえ、関西弁話してみて。ほらほら。やがましいな。黙れや。二つ目は、私の言った通りでしょと言いたい時です。相手に何かをアドバイスしたのに、相手がそのアドバイスを聞かずに失敗してしまった時に、ほら、私の言った通りでしょというふうに使います。ティンビエッラー、タイチュア。あー、眠い。ほら、だから昨日早く寝ろって言ったのに。あ、こぼれた。ほら、だから危ないって言ったのに。はあ、昨日彼女に振られた。ほら、毎日連絡しないからだよ。各番おい、時間のい、合図地ぞい、ラグおい、はい、せ、人番、番、もこま、大、ぬおんも。あ、いえいえいえ。へぇ、嘘。ほら。へぇ、嘘。へぇ。あ、ウクジミンノイゾイ、ニューアイノイ。はい、皆さん今日は5つ相槌を覚えましたね。たくさん会話で使ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライ、またねー。Truy cập ngay website dungmori.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.